こんにちは、バビルチャンネルのお時間です。当チャンネルは理美容師アシスタントからジュニアスタイリストぐらいの方々に向けて、技術や知識を配信しているチャンネルになっております。で、今回はですね、以前挙げたアンブレラカラーの動画にコメントが来ておりまして、ご質問でなんかもう少し幅の狭いやつも見てみたいというご意見がありましたので、今回はそれをちょっと検証してみる、アンサー動画になっております。今回は幅がね、5mm5mm、1センチのモヒカンラインで撮ったアンブレラカラーの見え方について検証していますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速動画の方に行ってみましょう。レッツゴー。それでは今回はですね、アンブレラカラーの1センチ以下をちょっと見てみたいというお話がありましたので、今回ちょっとそれをですね、作っていこうかなと思います。それではね、早速やっていきましょう。1センチ以下ってなってくるとめちゃめちゃ細いですよね。5ミリでいく場合は、この幅が5mm、 細いな、 5mm で、こっちも 5mm、これで1センチですね。モヒカンライン1センチ取って、で、よいしょ。後頭部ですね。後頭部は、だって自然に放射線状にシェイプして、放射線状にシェイプしていただいたときに、ここが、まあ1センチぐらい。だいたい7.5mm かな。基本的にはここの幅の 1.5 倍ぐらいで撮るように僕はしてるので、なので、まあむずいっすけどね、 7mm ぐらい、こんなもんかな。いや、どうなってるのかな。厳密に撮りましょうか。ここがつむじなので、これぐらいかな。はい、これで、ロッキングは終了ですね。はい、この像に対してアンブレラカラーを入れていきます。もうやったことないからどんな感じになるのかね、ちょっとワクワクしますね。ではブリーチで、ちょっと作りすぎたかもしれませんが、ブリーチでしっかり塗っていきます。これぐらいの幅になるとどっちかに寄せて塗っちゃうのが一番早いかなと思いますので、今回はこのこっち側に全部倒して、もうこのままゾーンと塗っていきますね。こう手袋が入りにくいので、中にいつもベビーパウダーをねちょっと入れてます。それでは塗っていきましょう。ただそのこういう激薄のアンブレラカラー作るときにめちゃめちゃ注意してほしいのが、もう 5mm とかで撮り始めると、まあここ 1cm しかないんで、もうお客様に分け目はもう確実に固定ですよね。ちょっとでもずれるともう変なカラーになっちゃうので、変なカラーというか、その片側だけ明るくて片側だけ黒みたいになっちゃうので、その分け目の設定っていうのはすごく重要になってくるかなと思います。なのでめちゃめちゃもうちゃんとセンターパートでいつも割るよっていう、そういう方限定ではないかなと思いますね。もう綺麗なセンターパートの人限定やるとしたら、一応ちゃんとしたというか、太めのアンブレラカラーに関しては過去の動画でも上げてるので、
ぜひね、そっちでおさらいしていただけるといいかなと思うんですけど、まあ、今回はね、ちょっとこうご質問をいただいたので、でね、やりますってね、言ったんでね、有言実行でさせていただきます。やっぱりああいう質問が来ると嬉しいですね。ちゃんと見てもらえてるんだなっていうのが、生の声としていただけると、張り切って作ろうかなという気持ちになります。で今回このウィークリーズは1回フルブリーチしてるウィッグを、アジアンカラーの6グレーに対して、1ナチュラルを 30% でちょっとグレーブラックみたいな感じで黒染めしているウィッグになりますので、まあそれをまあブリーチでどれぐらい明るくできるかっていう検証動画としてもちょっと見ていただけるかなと思いますので、ぜひね、なんかそういう検証の結果、同じこと言ってますね、検証動画としてちょっと見ていただけてもいいかなと思います。はい、これで塗り終わりましたね。15分ほどこれでお時間を置いていきましょう。はい、今で、10分経過ぐらいなんですけど、結構色がね、もういいんじゃないみたいな、もう結構ちゃんと抜けてるんじゃないみたいな感じになってきておりますので、もう流しちゃおうかなと思います。流していきます。はい、シャンプーが終わりました。こんな感じで今フルウェットの状態ですけど入っております。極細ですね。アンブレラカラーといえばアンブレラカラー、アンブレラカラーの定義で結局ここに入っていればアンブレラカラーなので、もう全然アンブレラカラーなんですけど、まずはね、ちょっとこれで早速ですがドライしていきましょう。はい、これでアンブレラカラー 5mm 入れ終わりました。どうですかね、真正面から見ると結構これぐらいの感じに見えてて、サイドとかから見ると結構これぐらいの感じですね。スタイリング剤とかまだ何もつけてません。しっかりセンターパートで割ってデザインしてる感じです。結構きっちりとこうセンターパートで分けて下ろしてあげると結構ありじゃないかなって思いますね。ただまあシェイプとかが結構シビアになってきて、まあ、ちょっとでも割れちゃうと結構この分かりますかね、この隙間がガツンと開いちゃったりするので、このきっちりとこうコーミングとかして落ち着くべきとこに落ち着けてセットしてあげないとちょっと変に見えちゃうのかなっていうイメージですね。上から見るとこんな感じで、まあセンターできっちり割ってるんであれですけど、例えばこれがちょっとでもこうパートがずれちゃうと結構ツートーンカラーに見えちゃったりとかするんで、少しこうパートをずらしたりするのがもう致命傷的な感じですね。本当にきっちりとセンターパートで割ってくれるといいなっていう感じ。分け目固定していただける方で、かつちゃんとねこの櫛で解いて正しい位置に解き下ろしていただければ、デザインとしては結構成立して可愛いんじゃないかなと思います。ちょっと最後ねオイルとかもつけて仕上げてみましょう。はい、これで今オイルでセットしてみました。結構いいですよね。これはこれで全然ありな感じはしますけど、まあアンブレラカラーっていうよりはなんかちょっとハイライトっぽく見えますよね。なんとなくですけど。すごい。でも逆に言うと表面に5ミリ、表面の5ミリをズバッと入れるだけで、こんなにもうがっつりとハイライト入れたっぽく見えるっていうのは、これボブのね、強みなのかなと思います。すごいですね。これ内側全然入ってないですからね。なので、まあ例えばまあ普通に、ハイライトっぽく仕上げるみたいな感じとか、白髪ぼかしみたいな感じで、細くこう出したい時とかは意外にこういうのもありなのかなと思いますが、やっぱ弱点としてはこのパートがちょっとね狂った時に一気にこういうツートンカラー系になっちゃったりするので、
ここだけがやっぱね、ちょっと薄めで取る弱点なのかもしれないですね。まあ今回はこういう検証動画でした。はい、いかがでしたでしょうか。5ミリ幅のね、アンブレラカラー、意外にいい感じだったんじゃないかなと思います。ただまあ動画の中でも触れてるように、あの分け目がね、少しでもブレるともうめっちゃなんか片方バーンみたいな感じになっちゃったりするので、きっちり分け目取っていただける方でしたら、まあ、ちょっと細めのアンブレラカラーという形で楽しむこともできるかなと思います。僕もね、あの初めてやってみた幅だったので、僕自身もいい勉強になりました。またね、あの今回みたいに動画に対しての、まあ、こんな検証動画もやってほしいというのがあれば、こうやってきっちりとお答えさせていただけるものから順に、やっていきますので、またね、どんどんご質問もお待ちしております。はい、では今回の動画は以上になりますので、よかったなと思う方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。